まずはですね、服を買うなら捨てなさい、この言葉を胸にですね。こんにちは、スタイリスト大山俊です。今回の動画では皆さんにですね、今すぐ捨てるべき服ベスト5というテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。このテーマはですね、僕の中で結構重要だと思っていまして、定期的に皆さんにお届けしてるんですけども、まあ皆さんがですね、これからおしゃれになりたいなとか、ファッションを頑張りたいなと思った時に、まず最初にすべきことというのは、新しい服を買うことではなくて、その前にやることがあるんですね。それは何かというと、僕の中ではずっと変わらないんですが、これはですね、まず自分がどんな服を持ってるのかをしっかりと把握すること、そしてその上で服をどんどん手放すこと。このステップがめちゃくちゃ重要なんですね。ここができないと、なかなかですね、新しい服を1、2着買ったぐらいでは、根本的な問題解決はできないかなと思ってるんですね。ですので皆さんに覚えておいていただきたい言葉が一つありまして、服を買うなら捨てなさい。この言葉はある一冊の本のタイトルになってるわけなんですが、めちゃくちゃ名言だなと思ってるんですね。新しい服を買う前に、まずは手放すというステップ。ここができるかどうかで、皆さんのファッションの変わり方が全然変わってくるので、改めてですね、今回は、じゃあどういった服を具体的に捨てればいいのか、手放せばいいのか、このテーマについてお話をしていきたいなというふうに思っています。僕はですね、普段スタイリストとして活動してるんですね。まあ、お客さんと一緒に買い物に行って、いろんな服をご提案するわけなんですが、その前にですね、ステップがあるんですね。それは何かというと、まずお客さんとお話をさせていただいて、どんなお洋服を持ってるのかを確認させていただくんですね。まあ、最近はですね、LINE でよく着る服をですね、写真を撮ってもらって、どんどん送ってもらうわけですね。その中から僕の方でチェックをして、これは残しましょう、これは手放しましょうという形で、どんどんですね、選別していくわけなんですね。これがすごく大事なんですが、大体ですね、僕のお客さんだと多い方で残る服が全体の 2、3 割程度、それ以外の服は手放してもらうんですね。中にはほとんど残す服がなくて、全部の服を入れ替えるという方もですね、結構少なくないんですね。それぐらいですね、多くの男性がお洋服をたくさん持ちすぎているんですね。だけど僕たち男性っていうのは結構ですね、好きな服とかよく着る服というのが決まっていて、たくさんの服を持っていてもそれをまんべんなく着るってことができないんですね。ですので多くの男性は多く服を持ちすぎている状態なんですね。ですのでそういったクローゼットの中がパンパンの状態なのに、そこに新しい服をですね、1、2点買ったとしても埋もれてしまうんですよね。ですのでまずは新しい服を買う前にクローゼットの中を見直して、本当によく着てる服はどれなのか、これをですね、しっかりと見極めることがものすごく重要なんですね。そして着てないものに関してはどんどん手放すということが大切なんですが、じゃあどういうものを具体的に手放せばいいのか、ここがですね、なかなか分かりづらいところかなと思うので、これからですね、5つ皆さんに具体的に挙げていきたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの紹介に関しましては、僕がもう一つ運営します YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の説明欄にリンクを貼ってありますので、よかったら確認をしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでまず一つ目から解説をしたいなと思うんですが、まず一つ目は結構気持ちの問題なんですけども、着るとテンションが下がる服、これはですね、手放した方がいいかなと思っています。まあ先ほどもちょっと触れましたが、クローゼットの中にたくさんの服が並んでいますよね。その中で着るとこれは気持ちがいいなとか、テンションが上がるなっていう服っていうのは、多分ですね、皆さんの中にもあるかなと思うんですね。ただそういった服というのは、全体の中のおそらくですね、2、3割程度なのかなと思います。そして中にはどれ着てもあんまりテンション上がらないよという方もいらっしゃるかなと思うんですね。それぐらいですね、着ていて気持ちが上がる服って少ないんですよ。で、そういう場合どうなるかというと、クローゼットの中でよく着る服と全然着ない服、これがですね、大きく分かれてしまうんですね。やっぱり着てる時に気持ちがいい服というのは着る回数が増えるんですけども、なんかこれいまいちだなとかしっくりこないなという服はですね、着ると一日テンションが上がらないので、おのずと着なくなってしまうんですね。ですので服を手放す際に一つの基準となるのは、まずは服を手に取ってみて、これは着るとテンションが上がる服なのか、
いや、むしろ下がる服なのか、ここを基準にですね、選別していくとすごくわかりやすいかなと思っています。じゃあ僕自身はどうなのかというと、基本的には服の数というのはあまり多く持たないようにしてるんですね。そして持ってる服に関しては、なるべくですね、どれを着ても気持ちが上がるものだけを残しておきたいなというふうに思ってるんですね。とは言っても、だんだん時間が経つと、これは着ていてあんまりテンションが上がらなくなったなというようなこともあったりするので、そういう時期になったら僕はですね、手放すようにしています。ですので、明確な数字だとか基準に照らし合わせて断捨離をするのもいいかなと思うんですけども、気持ちの部分を大切に考えて、着るとテンションが上がるのか下がるのか、このテーマで仕分けをするのもいいかなと思うので、ぜひ覚えておいていただければなと思っています。はい、続いて2つ目の項目なんですが、これはですね、明確な数字をお出ししたいなと思うんですが、5年以上前の服に関しては、基本的に僕は手放した方がいいかなというふうに思っています。これはなぜ5年なのかというと、やはりですね、どんなに良い服であっても5年ぐらい着ると、やっぱりですね、くたびれてくるんですよね。経年変化をして味わいが出てくるものもあれば、やはりですね、ヨレヨレの感じがしてしまったりだとか、着古した感じがしてしまうことがあるので、どんなに高い服でもこの5年の壁というのはなかなか超えられないなというのが僕の中での実感としてはあります。やっぱり服を着る上で大切なのは清潔感だとか新鮮さ、こういった部分もすごく大事だと思っているので、その基準に照らし合わせるとなかなかですね、5年以上前の服というのは難しいなというふうに思っています。もちろんですね、長く大切に使った服だとか、あとはちょっと高級な服に関してはやっぱりですね、なかなか手放しづらいかなと思うんですが、そういう服こそ自分の思い入れはあるんだけども、旗から見るとただの古い服だとか、なんとなく清潔感が漂わない服に見えたりするので、まあこの5年というのをですね、一区切りとして、それ以上前の服に関しては基本的には手放していった方がいいかなというふうに思っています。これにはもう一つ理由があって、やっぱりですね、服には流行というものがありまして、どんなにベーシックなものであっても日々少しずつですね、微調整がされてるんですね。特にわかりやすいのがユニクロの服なんですけども、ユニクロの服というのはトレンド感というよりはベーシックな部分をですね、軸足にしてるんですが、そんなユニクロでもですね、やっぱり数年経つと微妙にですね、着丈の長さが変わったりだとか、サイズ感が変わったりするわけなんですね。ですので、どんなに定番的な服であっても、やはり5年服と古臭くなったりしますし、あとはトレンド感満載の服に関しては、5年経ったらとっくに鮮度が落ちてしまうので、これは手放した方がいいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、これもですね、明確な数字を上げたいなと思うんですが、1年間を通して着なかった服、これはですね、手放した方がいいかなというふうに思っています。まあ、1年間というと、春夏秋冬、様々な季節を経ているわけなんですが、その中で着なかった服というのは、2年目以降もですね、まず着ることがないかなと思っています。どんなに高かった服でも、または買ったばっかりでほとんど着てない服であっても、1年間着なかったら、まずそこから先ですね、袖を通すことってないかなと思うんですね。ですので、そういった1年間着なかった服というのは、どんどん手放した方がいいかなと思っています。今回僕が言うですね、手放すというのは、何も捨てるということだけではなくて、メルカリで売るのもいいかなと思いますし、近くのリユースショップに持っていくのもいいかなと思いますし、あとは誰かにあげたり寄付をするのもいいかなと思うので、何も捨てることだけが正解ではないかなと思うので、自分のクローゼットの中に置きっぱなしで1年間以上使ってないものに関しては、もっと使ってもらえる方にバトンタッチした方が明らかにですね、服にとっても良いかなと思うので、この1年間という基準はですね、ぜひ皆さんにも覚えておいていただきたいなと思っています。こういった1年間着なかった服って僕の中でもたくさんありますね。というのも僕自身は仕事上ですね、いろんな服を買うわけですね。そうなれば、買ったはいいけどなかなか着なかったなっていう服は結構たくさんあるんですね。そういった時に1年間というスパンで考えてみて、着なかったら手放す、こういった明確な基準があると結構ですね、手放しやすいかなと思うので、ぜひ皆さんも覚えておいていただければなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、サイズが合ってない服、これもですね、明らかに手放した方が良い服なのかなと思っています。まあ、僕たち30代40代の大人の男性にとって、結構ですね、体型って変わりやすいもんだなと思っています。特にこの1年に関しては、どうしてもですね、家の中で過ごす機会が多かったかなと思うので、その結果ちょっとですね、お腹周りが出てしまったりだとか、体型が変わってしまったという方も少なくないかなと思うんですね。一方でこの期間にですね、生活習慣を見直したりだとか、
かえって運動することが多くなったという方は、むしろサイズダウンしているという方もいらっしゃったりするかなと思うんですね。まあ、僕のお客さんを見ていても結構二極化するので、今まで着てた服がサイズが合わなくなったという方もですね、結構多いんじゃないのかなというふうに思っています。どんなに高い服でも、どんなにベーシックな服でも、サイズ感がですね、しっかりと合ってないと、これはですね、なかなか素敵に見えにくいんですね。まあ、特にですね、ジャストサイズで買ったものがサイズ感が合わなくなってくると、これはですね、どうにも活かしようがないので、サイズが合わなくなってきた服に関しては、これはもう明確に手放した方がいいかなというふうに思っています。まあまだですね、ビッグシュレットだとか緩めのサイズ感の服に関しては、もう少しですね、タイトな服よりはサイズ感に関してはシビアではないんですが、やはり自分の体型が変わったら、その体型に合わせた服というものを入れ替えた方がいいかなと思っています。まあ、僕自身に関しては体型がほとんど変わらないんですね。おそらくですね、僕は20年くらい体型が変わってないんですけども、これはなぜかというと、服のサイズが変わってしまうと全部入れ替えなくちゃいけないので、それが嫌なんですね。ですので、なるべくサイズを変えたくないがためにですね、僕は体型キープをしているわけなんですけども、自分の体にしっかりと合っている服を選んでおけば、おのずとですね、スタイルがキープしやすいかなと思うので、そういった点も含めて頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、これはですね、派手な色だとか、派手なデザイン、そして派手な柄の服、これはですね、まず手放して問題はないのかなというふうに思っています。先ほどもちょっとお伝えしましたが、僕が普段スタイリングするお客さんにですね、事前に写真を送ってもらったりするんですけども、大体ですね、柄の強いものだとか、色の強いものって皆さん着てないことが多いんですね。どういう風に合わせればいいのかわからない。こういう方が圧倒的に多いかなと思っています。やっぱりですね、このような個性的な服というのは、コーディネートをするにもですね、それなりのセンスが必要になるんですね。そしてそういったものを使うとですね、やっぱり他人から見た時に、あ、またあの服着てるなという印象が強くなってしまうので、こういった服を使いこなすためには、一定のセンスが大事になってくるんですね。ですので、おしゃれがあまり得意ではない段階で、こういった派手なものというのは、なるべく手を出さない方がいいかなと思っています。もし持っていたとしても、なかなか活かせないことが多かったりする場合はですね、どんどん手放した方がいいかなと思っています。まあ、色合いに関しては、大人の男性であれば、ネイビー、ブラック、ホワイト、このあたりがまず基準になって、その次にですね、ベージュだとか、グレーだとか、オリーブだとか、あとはちょっと攻めてもブラウンだとか、このあたりの色があれば、もう十分回すことができるかなと思うんですね。それ以外のビビッドな色合いだとか、ちょっと気を照らったような色合いに関しては、僕はですね、最初の段階ではそんなに必要がないかなと思っています。柄に関しても基本的には無地でいいかなと思いますし、少し柄を入れるとしても、ストライプ柄であったりだとか、ギンガムチェック柄であったりだとか、このあたりで十分かなと思うんですね。ですので、木を照らったようなデザインだとか柄物に関しても、僕はですね、合わせがしづらいかなと思うので、まずは手放した方がいいかなと思っています。あくまで揃えるべきなのは、ベーシックで使い勝手がいいもの、皆さんが気軽に着やすいものですね。ここを徹底的に揃えるというのがファーストステップであって、そこからですね、さらにおしゃれを楽しみたいなという場合にこそ、ちょっとデザイン性の高い服を着る必要があるかなと思うので、まずはですね、なかなか使い勝手に迷うようなデザイン性の高い服だとか、色だとか柄の入ったものはどんどん手放して間違いがないかなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では今すぐ捨てるべき服ベスト5というテーマでお話をさせていただきました。こちらの内容を聞きながらこれは捨てた方がいいなという服がですね、皆さんの頭の中にも思い浮かんだのかなというふうに思っています。ぜひですね、皆さんには週末にクローゼットを開けてですね、中の服を全部取り出して選別をしていただきたいんですね。そして一つずつ服を見ながら、これは5年以上前の服だから手放そうだとか、これはちょっと色柄が強いから手放そうだとか、そういった形で手放す服とですね、残す服をぜひ選別していただきたいなと思うんですね。僕の中で理想的な状態というのは、クローゼットを開けた段階で、その中にですね、ちゃんと隙間があること、空間があることが理想的かなと思っています。パッと見た段階で、どこにどんな服があって、あ、この服に関してはこう着こなそうかなというのがイメージできる状態が良いかなと思っています。まあ、ここに関してはもう本当にミニマリスト的な発想でいいかなと思います。
本当に使う少数精鋭の服だけを残しておいて、正直ですね、そうなるとじゃあもうほとんど服が残らないなという方も少なくないかなと思うんですね。そういう状態になったら初めて新しい服を買うという段階に入るかなと思うので、まずはですね、服を買うなら捨てなさい、この言葉を胸にですね、どんどん服を手放してクローゼットの中をスッキリとした状態にしていただきたいなというふうに思っています。この覚悟さえ決まって実行に移せれば、皆さんのファッションはですね、劇的に変わるかなと思いますので、ぜひ今回の動画を参考しながら、週末のクローゼット整理につなげていただければなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けて、ベーシックなファッションですとか、あとは基本的なファッション知識について、どんどん発信していきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。